寄席、えー、ですとね出囃子っていうのがありますけどね大変豪華な出囃子で、えー、出てまいりましたけれども、うん、ついこの間経済産業省のお役人が来ましてね、えー、東京から外人がいなくなっちゃったどうしようどうしたら呼び戻せるか結構いるじゃない <laughs> ねえ放射能にめげない外人が。<laughs> えこうやってあのテッドが日本でやられるっていうのは素晴らしいことだと思いますけれどもアメリカのテッドに出られた方いらっしゃいます手を挙げてみてあちらほらほね、えー、テッドが始まって以来ソニーは幹部社員をいつも送ってたんですよね毎年毎年。で2004年に えー、それまでずっと行ってた幹部社員が定年で辞めましてねで、えー、社長が「僕に出ろ」ということを言ってきた暇そうに見えたんだと思うね嫌 <laughs> だってあのモンタレーでねペブルビーチって素晴らしいゴルフ場があるんですよだからその前にしょっちゅう僕はモンタレー行ってたの,あの出張の帰りにサボって。 で2004年は、ね、もうゴルフやめてたからね行く理由が見つからなかったのね嫌だ、行け嫌だ行け嫌だ言ってたらふとプログラムを見たらチクセンとミハイというのがねスピーカーにいねちょうどその時に私はチクセンとミハイにはまってまして彼のあらゆる本を取り寄せて読んでたんですよね。 でその時に嫌だと言ってたコンフェレンスでチセンとミハイがしゃべる、えー、こういうのを「教授性」と言いますけどね「シンクロニシティ」分かりますか杉咲さん「<laughs> シンクロニシティ」っていいますけれども、えー、ちょうどその時にこの「運命の法則」という怪しげな本を書いてまして、えー、シンクロニシティを感じたら即乗ってけと書いたところでそれが起きたのねだこれは乗ってかなきゃいけない。 であの,の,このこ行ったわけですよででなん筑前とミハイにはまってたかというとその前の2003年に皆さんもう忘れてると思うけれども、うん、ソニーショックというのがございましてねソニーが、えー、急に業績が落ちて日本中の株価が暴落して、えー、大変なことが起きたで社内は地獄のようになってましたねうつ病がたくさん増えて。でその 地獄のようなソニーと昔元気が良かった頃のね、えー、僕らが一生懸命になっていろいろ開発してた頃のソニーって一体何が違うんだろうずっと考えてたら「チクセンとミハイ」のフロー理論で読み解けることが分かったんですよね会いたいいいいたたたたと思ってたらそういう教授性が起きたわけです「すでフロー」って知ってますか皆さん「フロー」を知らない人手あげて知らない人って言うと手挙げねえんだよねみんな。 みんな知ってるあ知らない人ちょっといるねあのよくねあの風呂と間違える人がいるんだけど <laughs> それからあの風呂長寿の風呂,風呂っていうのと間違える人いるんだけどそうじゃなくてわこれすごいなせっかくだから色付き使おうあの流れという意味ですで、えー「我を忘れて」 ななんんか夢中になっってて取り組むことをフローって言うんですよ、ね、であのそう言うとねあのすごく表面的になっちゃうけれども実はあの大変な奇跡が起きるんです、えー、私はそれを「フロー」という言葉は知らなかったけれどもコンパクトディスクを開発したりニューズというワークステーションを開発したりその後アイボを開発したりした時に経験してまして「えー、燃える集団」という名前を付けた。 チームが全員ねフローに入ると本当にあに奇跡が起きるエンジニアみんなスーパーエンジニアになって、えー、アイデアが湯水のように湧いてくるでおまけにそういうプロジェクトやってますともうダメかと思うようなことが起きるんですよね必ず何度も起きるで普通はそこでめげるんですけれどもこのフローに入ってるとめげないんですよねぶつかっってて突破してっちゃうだから 全てのことがうまくいくんですよねおまけにどうしても会いたい人に絶妙のタイミングで会えるようになる要するにこれもあの教授性ですけれどもねあの基本的には運が良くなってくる。であのそれを「私は燃える集団」と名付けて本に書いてたんだけれどもなかなか人々には理解してもらえなかった。でそれが実は フロー理論で読み解けるっていうことが分かりまして創業期のソニーというのは全者を挙げてフローに入ってたとじゃあそれは一発そのチクセントミハイと会わなきゃいけないで八方手を尽くしてチクセントミハイと昼飯の約束をしたんですよねそしたら天ぷらが食いたいと言ってきたあのモンタレーは海辺ですからね天ぷらうまいんですよ で,あのでもだんだんね天ぷらがどんどを通らなくなってきた。というのは僕はあの下心がありましてねちょうどあのこの本を書いてたからセン前ミハイ教授がフローに入ると運が良くなるっていうことを言わせたかったのねすごい下心満々で言ったわけですけどでも言わないんですよ。で僕はあのコンパクトディスクの開発の話でニューズの開発の話をして相棒の話をして。 で毎回毎回もうすっごい運が良くなってきたこれはフローの効果に違いないどうじゃってあの手この手で言うんだけど絶対言わない私は学者だから合理的な説明ができる範囲内でしか喋れないフローに入ると確かにマインドがオープンになるけれどもだから運が良くなったように感じるかもしれないねぐらいでごまかされちゃうね。これはしまったな 天ぷら代を無駄にしたかと <laughs> <laughs> でもそのうちにね「いやここであなたに会うのはものすごい強事性だ」って言い出したんだよね彼がね。今お前さんね合理的な範囲内でしか喋れないって言ってたら共事性なんて不合理の塊じゃないと内心思ったけど言わなかったけどね。でもあの要するにものすごい強事性だ というののは今日の私のスピーチの冒頭に実はソニーの設立意を用意してきたと言うんですよ何言ってんだろうなと思ったけれども彼の講演を聞きに行ったらねそれが出てきたちょっとその英語でね書いてあったんで今は覚えてませんけれども「えー、自由闊達にして愉快になる理想工場」という。 設立祝意書があるんですよね。一条、最初の第一項目がそれなんです。ですから僕はずっともうその頃まで40年ぐらいソニーにいましたんで、何千回も見てる言葉が英語で出てきたで、フロー経営のお手本がソニーだよと、から言い出したわけですよね。これはね、ちょっと待てよと。 要するにソニーがおかしくなったのはそれこそアメリカ流のねフレディリック・テイラーから始まった合理主義経営を入れてっておかしくなっちゃったのね。でそれと全く正反対の経営をアメリカ人の口からアメリカ人の徴収相手にえ喋ってるわけですよ。ちょっと待てよというふうな感じでそれから僕はあの 経営の方に入ってったんですよねね経営っって大嫌いだだたんだけども、ね、入ってったでこの「運命の法則」っていうのはね、えー、残念ながら筑前とミハイのその言葉は引き出せなかったけれども半分から後ろが経営の話になっちゃったのねだから本当はねおばさんたちに運命の話を伝えるつもりで書き出したのが半分ぐらい経営の話になっちゃった。でおかしなな本になったけれども でも、あのベストセラーになったんですよね。一応、おかげさまで、畜産と未配のおかげでベストセラーになった。で、えー、まあ、あの出版社の社長がね、お前、随分中途半端な本になったねとか言われたんだけれども。でも、それがあの経営合理化協会というところに、あの目に留まって、で、あの、それに関して、フロー経営に関して、セミナーをやってくれと。 でそうしたらそのセミナーをやってましたら結構評判を呼んで、えー、日本能力協会とかアルマックとかいろんなコンサルタントから呼ばれて、えー、天下塾をやり始めたんですねそれが2005年ぐらいからうんところがそのリーマンショックが起きてで僕は結構法外な講師料を要求してたんで <laughs> あの日本合理化協会っていうのはね通称合理化協会って言われてるんです。 でお前は暴理化協会から暴利をむさぼるのかと言われてたんだけれども、えー、そんな高いあのセミナーやれないと負けろって言ってきたのねで僕負けなかったそしたらもうやめだっていうことになっちゃってしょうがないから今自分で会社をあの作ってやってます、えー、であのちょっとフロー経営の中身はね12分間じゃあのお話できないんですよね。 皆さんももし興味あったら高い講習料を払って <laughs> 天下塾に来ていただかなきゃいけないんだけれども、えー、その天下塾をやってるのが www.officejk.jp、えー、ここでその天下塾と。 それから私があのメルマガを出してるけどメルマガがここで申し込めますで。このメルマガは無料でございます <laughs> 最近ねあの実はもう一つ団体ができてフローインスティテュートという団体ができたんですよねでそのホームページにさっきのチクセントミハイの講演が出てます。これも これは、まあ、あのどこでも見れると思いますけれどもテッドの筑前と見栄えの講演がね、えー、ここに出てます、えー、これも一応私が今代表を務めてますけれども、えー、そういった形であの塾をやってるんですねで、えー、そのアルマックというコンサルタント会社が主催した天下塾で、えー、サッカーの岡田監督が来たんですよね。で当時は浪人中 彼は J1 の監督クビになってえ何ににもその仕事がない時に来たんですよねで何で来たかというと彼はそのフロー経営の正反対の経営フロー正反対の経営は管理型経営って言ってますけどねえ管理型経営っていうのはえサッカーで言えばトルシェとかね最近楽天にあのえ監督になった星野千一とかああいうのが。 管理型経営なんですけどまあほとんど今99.9% 99. の会社は管理型経営でやってるわけです。で岡田監督も管理型経営管理型のマネジメントでもって J2 の,のコンサートボレー札幌を J1 に昇格させてからえ横浜 F ・マリノスを2回連続優勝させたのね。だから一応その手法では トップクラスの監督だったわけですこれはフランスの後ですけどもねでところが自分ではこれはちょっと違うんじゃないかなということを思っててどうしても風呂経営を学びたいということで、まあ、スポーツと経営だから全く違うんだけれども私のところにのこのこやってきて、えー、天下塾っていうのは6回の講習なんですけれどもそれに出てくれた。 であの天下塾には毎回毎回たくさんの経営者が来ますけれども、えー、岡田監督はその中の優等生で、えー、非常にうまくそれを使われましたでそれが去年のワールドカップに、えー、うまいこと結実してまあ,あのその前前評判が散々だったけれどもね、えー、うまくいったあれがフロー経営なんですよね。要するに 選手を徹底的に信頼してかなりの自主性に任せるとでそうすると選手が乗っていくわけです。えー、これはあのスポーツの世界ではゾーンと言いますけれどもねで奇跡が起きる普段の練習よりもすごいプレーができるようになるということで、えー、彼はうまくいったわけですね。であのその後天下塾はあの まあそれが、えー、結構週刊誌で取り,取り上げられましてワールドカップの期間中はほとんど毎週のようにあの僕週刊誌に出てたんですねであの本当は岡田さんを指導した怪しげな人がね4人いるんですよ気候の先生と憲法の先生と禅の和尚さんとねだから僕と。 まあ僕が怪しいかってまあみんな怪しいって言うから多分怪しいんだと思うんでえその4人があのそういうことを指導したんだけどみんな地方にいるもんだから取材できないよねでなんかあの週刊誌があのまあテレビの出演は全部断りましたけれども週刊誌が僕のところにいっぱい来てえーたくさん週刊誌にで取り上げられたであのおかげさまであの経営塾があのすぐ満員になりまして。 えー、来年3月まで満員でございますけれども、えー、もし興味あること方は来年4月から、えー、ご参加いただけるとありがたいと思います。はい、以上ですどううもありがとうございました